my fantastic battle-armored samurai. Build up! 袋のネズミ、それもまた一興。光秀、機長、生きてこの屋敷を脱するぞ。この混乱の最中でこうも不敵に M とは。さあ、俺も力になろう。今はうつけについていくしかないよね。信長は殺しても死なん。相手が悪かったな。開門。好機だ。あの廊下から外へと抜けよう。信長殿と姫様を無事に尾張へ送り届けねば。そのために俺も倒れるわけにはいかない。この俺を止めようとて無駄よ。残念だったな。お前たちはここでしまいだ。次から次へと湧いてくるな。さっさと突破するぞ。開門。信長殿の勇姿が俺を強くする。道を開けなさいと言っても無駄のように。刺客を呼び込んでいるやつがいるようだ。そいつを撃たねば機長は動けんな。何やら怪しい気配を感じるな。念には念だ。叩いておくか。貴様なぜここに。行かれた以上生かして返せるぞ。敵の攻撃を阻めたか。信長殿の慧眼には驚かされるな。開門。また増援か。キリがない。急ぎ指揮する将を切り伏せねば。様はあくまで餌に過ぎ。まんまとかかったらこのうつけめ。これでよし。行くぞ機長。私など捨ておけばいいのに。うつけども
想像以上にやりおる。行け皆の衆、奴らを必ず倒すのだ。開門。ほう、期せずして進路が開けたようだ。ならば奴らを倒して進むのみ。信長だ、この座敷からは先に進めない。敵将を倒したところで八方塞がりだ。そう焦るな、俺を信じろ光秀。まずは共にこの場を乗り切るぞ。俺をうつけと侮ったか。目障りだ。壊してくれる。お前らの相手はここまでだ。せいぜい無駄にあがくがいい。俺を見くびるなよ。この手の座敷は大抵やはりな、からくりを見つけたぞ。開門。道が開けた。なぜこのからくりがあると。武家屋敷では珍しくもあるまい。用心深い主ならなおのことな。兄上、よくぞご無事で。ここからは私も共に参ります。中庭の敵は斎藤利光が率いています。奴を倒さねば増援は止まないでしょう。利光が、ならば俺が止めれば。この俺を止めようとて無駄よ。開門。このような行いは不本意ではあるが、やむを得ぬ。一斉にかけよ。お前、明智の家臣だろう。この行いが主の怒りを買うとは想像できなかった。正直それがしが殿のお考えを見通せぬわけなかろう。だが家中での殿のお立場を思えば、ここで家ごと義達様に背くわけにはいかぬ。なるほど、思慮深い家臣を持ったな光秀。比例の段平にご容赦あれ。これにてごめんつかまつる。開門。ちんたらしている暇はない。さっさとこの屋敷を抜けるぞ。この信長こそが天下無双よ。かかったな。襖を閉じよう。ここで奴らを打ち果たすぞ。平門。俺をうつけと侮ったか。かなう相手ではなかったか。手を返し、たく
内までは間もなくだ。駆け抜けるぞ。間もなく出られそうだな。光秀、お前の助力なくばここまで来られなかっただろう。こんなことになり申し訳ない。それにまだ気を抜くわけにはいかない。この気配、茶の間の方からか。用心するに越したことはないが。おい機長、あまりほうけているなよ。うつけと見まがい、切られても知らんぞ。この状況で私を気遣うなんて、のんきなものね。この俺を止めようとて無駄よ。止めようとて無駄よ。残念だったな、信長。お前はこの義達様がぶっ倒す。ようやく元凶のお出ましか。祝宴を台無しにした報い、受けてもらう。勝利条件変更。壊してくれ。お前のようなうつけに機長はやれねえ。この美濃の力とっとと立ち去れ。機長を言い訳に使うな。俺が目障りならば堂々と殺しに来い。つけ上がるなよ、うつけ。俺はお前を決して認めねえ。よし、ここまで来ればなんとかなろう。光秀、助力感謝する。感謝など、むしろ非礼を詫びさせてほしい。斎藤家中の者として恥じるばかりだ。